キマユペンギンは、ペンギン木ペンギンカマカロニペンギン族に分類される、蝶類。別名フィヨルドランドペンギン、ビクトリアペンギン、ニュージーランド固有の種。マオリ語では、たわきで、マオリ族の神様に由来する。キマユペンギンは1845年に、イギリスの動物学者、ジョージ・ロバート・グレイによって記載され、主称名パキリンカスは古代ギリシャ語の、太いを意味するパチマイナスと、 くちばしを意味するリンチョスによる。マカロニペンギン族の一種であり、俗名は古代ギリシャ語の上手なを意味する EU とダイバーを意味するディプッツによる。和名、フィオルドランドペンギンは繁殖地のあるニュージーランド南東のフィオルドランドが由来となっている。ニュージーランド。過去にニュージーランド北島の南岸にも繁殖していたことが、化石から示唆されている。 全長40から60センチメートル。頭部から上面の羽衣は黒く、下面の羽衣は白い。くちばし基部から目上部、後頭にかけて太く黄色い筋模様が入り、後部では垂れ下がる。頬には白い筋模様が入る。交際は褐色。くちばしは太くて短い。孔子はピンク色。スネアッツペンギンとよく似ているが、キマユペンギンは、 くちばし根本のむき出しの皮膚がない。人間に対して警戒心が強い。イカ、オキアミ、魚などを食べる。2014年以降に行われた調査によると、採事をする範囲は繁殖場所により大きく異なる。ヒナを育成しているとき、ニュージーランド南東ウェストコースト地方のキマユペンギンは20から4 0トル沖で採事を行うが、ミルフォードサウンドのキマユペンギンは、 巣の付近のフィオルドで採除を行う。繁殖形態は卵生。単独で映像するか小規模なコロニーを形成する。ペアは長期間にわたって解消されない。海岸の温帯雨林で岩の隙間や洞窟、木の根元などに2個の卵を産む。繁殖期は7から12月。オスは6月、メスはその後にコロニーに帰ってくる。7から8月に。 約3から6日を置いて2つの卵を産む。最初の卵より2番目の卵の方が大きい。放卵は30から36日。最初の頃は巣に止まり5から10日間押すとメスが分担して放卵する。その後、10から14日間ずつ交代で放卵、または祭事のためにコロニーを離れ海へ出かける。9月以降に孵化し、大抵は2番目に生まれたヒナが育てられる。 一方、ミルフォードサウンドでの調査では、2羽とも育てている事例が、複数確認されている。オスは、最初の2から3週間、ヒナを保護し、メスは祭時に、海へ出かけヒナに救助を行う。その後、近くにヒナがいれば、クレイシュが形成される巣立ちは11中旬から12月上旬で、孵化して、約75日後にあたる。寒は、約3週間続き。 その間に絶食を余儀なくされるため体重が半分まで減る。生息地の破壊、人為的に入入された犬やネズミによる捕食などにより、生息数は減少している。特におこ女が脅威となっている。海洋では漁業と獲物が競合している、可能性がある。また、漁網、特に縦網やトロール網での混獲が脅威となっており、一年。 あたりの根格率は38から176羽と推定されている。漁業の他に、キマユペンギンの繁殖地があるニュージーランド、南東ウエストコースト地方の掘削事業により、原油が流出し海洋が汚染された場合の被害が懸念されている。営像中は人間の介入の影響を受けやすく、ニュージーランド自然保護局はサウスウェストランドや、 フィールドランドでの観光業の増加を懸念している。1984年における生息数は5000から1万ペア。1991年から1993年における生息数は1000ペア以下と推定されている。IUCN の2017年度版レッドリストでの成長の個体数は約5500から7000羽と推定されている。 ニュージーランド NZTGS により、キマユペンギンは、セレットンドのナッシュナリーバルナラブルに分類されている。NZTGS は、ニュージーランド国内で絶滅する危険性に従って、種の保全状況を評価するシステムである。セレットンドは、イクスティンクトの一つ手前のステータスで、ナッシュナリーバルナラブルは、中期的に絶滅する危険に直面している種に指定される。 自然保護局は2012年から2017年にかけてフィオルドランドペンギン回復戦略を実施しており各地の個体数の監視等のバイオセキュリティの導入外来種のコントロールによる効果の調査が含まれている2016年政府は2050年までに特定の外来種がいない国にするという目標を発表しキマユペンギン以外の種とっても脅威となっている 外来種の根絶に取り組んでいる。詳細は EN プレデターフリー2050を参照。その他アメリカでは2010年、絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律により保護の対象になった。国内では1970年に日本平動物園に入来した1羽が唯一の飼育例である。国外ではオーストラリアのシドニーにあるタロンガ動物園で飼育されている。 ありがとうございます。